新年明けましておめでとうございます。 J-WAVE に来ています。今日は曲を作ります。東京タワーはね、2015年仕様らしくて可愛いです。頑張ります。それでは作業に入ります。今11時50分ぐらいです。生放送が終わるのは夜中の3時。さあできるんでしょうか。行ってきます。光ってるキーボードが見えてます。あ、いた。ヘッドホンをつけて、兄さん作曲中。ヘッドホンしてるから聞こえてないんだね、多分ね。はい、放送聞こえてない。あ、いやどう？やってます。やってます？できてる？うん、イントロをね、とりあえず、今日は進めてみてますね。これ、あえてあれだね、あの、東京の夜景が見える窓際の大きな窓のところで、窓際でやってるんだね。めっちゃいいです。わからないとか言ってたじゃないですか。そしたらあのゲストの志麻さんに勇気を出して聞いてみたんですよ、はい、そしたら、よければ僕が聞きますって言ってくれて、マジですかって言ってここで志麻さんレコーディングしてくれたんですよ。すごい。志麻くんのギターで参加。いや、このなるべくこのプップップのテンポ感に合わせた方がいい。 ありがたい。そしたらじゃあそれでいきましょう。はい、はい、じゃあいきます。 New Year's RealizeNew Year's Realize New Year's Realize こんなイメージ。すごい、さすが。いやみんなプロなんだな。ギター弾いたプロもいたし、喋りの声のプロもいたし、すごい、みんなに助けられてる。じゃあこれでまた進みましたか。もうバッチリ。わかりました。ということで順調に私も声を入れさせていただいちゃいました。今井坂レコードスタジオ正月スペシャルニーツの妄想音楽室、順調に進んでますよ。この後もまだまだレポートしていきます。すごいセクシー。めっちゃもういきなり声変わった。出しちゃった。私は世界を見て思う、どこにも答えはないんだよ。それでも世界を見て焦がれて話をするんだろう、歌を歌うんだろう。ふもとっぱらに到着しました。時刻は夕方5時20分です。ここね、すごい夕日が落ちる瞬間、あのマジックタイムみたいなピンク色の空になってすごく綺麗なんですね。ここに木がありますので、今ライブ用のステージを練習で組んでみています。時間を止めるように飛行機は夕暮れに。めっちゃいいよ。沈んでいくだけよ、地平線の境界をどこまでも越えていく。やばい。どこまでも続いていく。めっちゃいいね。星空見るとなんかお涙出そうだよ。Thank you.
皆さん素敵などうもありがとう。Thank you.